はい、というわけで天皇杯、はい、サガン鳥栖はレノファ山口に2対0で敗れたわけですけれども、うん、まず猫さんどうでした、率直に感想。いやー、なんか勝とうという気持ちが見えなかった。そうだね、そう言われてもしょうがないところですね、うんうん、で、はい、その勝とうと思う気持ちってなんだっていうのも非常に難しいところなんですけれども、うんうん、まあ、今日の鳥栖は本当にずっとひどかったんですね、うんうん、ずっとひどかった、うん、いや、ビニシウス、ビキタンス、スリブカ、堀米、サカイアっていうね中盤の攻撃的な選手、そして西矢、藤田っていうところをボランチに置いてたんですけど、うん、まあ、渡辺くんもね事情によってサイドバックに置かざるを得なかったって言ったところはあるものの、うん、まあ、彼のポジションが随時ねこう前に奪いに行くプレーを選択してたと、うん、でそれが決して悪いわけではなく、前に奪いに行くなら前からのパスが限定されている状態にしっかりプレスがかかってないと取りに行ったらダメなんですけど、うん、そこが全然かかってないスカスカな状態で前に持ってこられてるのに食いつくからその裏を取られ放題、うん、っていう、まず非常に厳しかった、うん、で、左サイドもね、坂井矢君攻撃に出てて、いや、別に悪くはなかったんですけど、プレービジョンとしてはね、西矢選手、坂井矢選手、このあたりはちょっとアイディアは感じる部分あったんですけど、うん、まあいかんせんあっさりと点を取られすぎたっていうのが正直ある、うんうん、まあ、岡本選手含めてセンターバックのミス、ゴリゴリに来たドリブルに対してずるずる下がるっていう悪い面は非常に今まで通りの悪い面が出て、うん、逆に攻撃に出るときに人数が足りないって、まあ、後ろに保存したいっていうのが北谷さんの基本的な考えだと思うので、うん、守るときはこんな感じでこう4-4で守ってると思うんですよね、多分、うん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 、で、まあ、その分前に人いないけどねとカウンターのときに、うん、なんだけど4-4で守る割にはこう右サイド特にですけど、こうこんな感じのスカスカさ具合で、結局藤田さんがセンターバックまで降りてて、うん、西矢君は前に取りに行ってて、中盤誰が何するねんみたいな、うん、こんな図柄にずっとなってましたと、うんうん、いや本当に連続失点が多いのは、うん、結局同じ構造でやられてるから、同じことやれば何度でも、今日2点で済んでよかったねって話ですよ、逆に。だって運良かった2が3連続ぐらいあったの、うん、もうクロス上げられ放題ですし、うん、この形になると何なら木村さん中にいないんでヘディングも弱いし1枚、うんうん、非常に厳しいと。でこれをどうにか改善すべく、どうしたかっていうと、結局富樫選手を入れて1回ね、富樫選手をサイドに入れてみてとか、うん、でさらに福田選手が今度左に来てみてとか、まあ、いろんなこと試したわけですけれども、うん、どうにも攻撃かみ合ってないって猫さんも言ってたじゃないですか、うん、多分これやったことある形なのかもちょっと怪しいよね、うん、まあ、それならそれで守備から入りましょうっていうところとか、新しい形がものになればよかったんですけど、うん、うん、まあ全然形としては見えなかったですね、うん、まあ、だから強いてこの試合の収穫を挙げるならば、うん、ダメだったことが分かった、うん、でもう一度向き直して、うん、神戸戦、うん、本当に本気で向き合っていかないと勝ち点取れないんで、うん、本当に頑張りましょうというところからのスタートになります、うん、ですね。いや、藤田選手本当調子悪そうでしたしね、だいぶロストの起点にもなってましたし、まあ、プレーのねスピードがもともと速いタイプではないんですけど、うんうん、で渡辺選手のサイドバックは本当に苦しかったですね、うん、自分のポジションやりたい感じと違うっていうのもあって、うん、終始ポジショニングがやっぱ不安定だったと。ボランチで上がってからまだマシでしたけど、やっぱり山口さんとの強度の差っていうのが激しくて、西矢さん、うん、渡辺さんのところでここでなんか取り切れる感じはなかったよね。そうだね、うん、まあ、やっぱりこうボランチで取り切れないってなるとズルズル下がるんで、うん、ズルズル下がるけど、うん、だからどう、うん、どこをストロングポイントにして取りに行くのか、うん、どこがハマれば勝ち試合になるのかっていう絵が見えなかったのが辛いですね、うん、なんかしっかりしようと穴を埋めに行って、うん、その尖ってた特徴のトゲがなくて丸いものが出来上がって、なんか武器だけなくなっちゃったみたいな、うん、ちっちゃい円にまとまっちゃったみたいな、そんな印象の今日は試合でした、うん、はい、ありがとうございます。え、そして、はい、最後にマリノスさんはアディショナルタイムに2点を取って、ね、
逆転勝ち。長崎さんに逆転勝ちだそうです。すごい強いね、そして札幌さん負けてしまったと。鳥栖も札幌もですけど、やっぱりこう何を武器に戦うのかっていうのが、まあ、札幌さんはこうやって攻撃っていうところが一つあって鳥栖には勝ったじゃないですか。で鳥栖もなんかもう勝率すごい低かったけど攻撃っていうのを武器に今年戦ってきて勝率3割だね、これじゃ残留できないねってなって、守備固めましょうとしたら、攻撃だけ弱くなって守備は変わってないっていうのが今の現状、でそれは難しいんですよ、まあ、さっきも言ったようにそのね、あのすごい、いろんな選手がいていろんな職人がいてマネージャーがいて、プロで何年もやってた監督がいてって言ったところから、じゃ新人さんにいやもう今の現場も納期間に合いそうにないんで、あとよろしくお願いしますって放り投げられたのが北谷さんなわけですよ。いや、それ厳しいっすよ。なのでね、いきなり好転するはずはないので、これが現実です。これが現実です。ですね、悪いところしか見えない。これが現実なんで、これと向き合って、それでも、それでもあと11試合あるから、そう。1個でも。勝ちに行ってくれて、ここでも勝ち点を取りにね、行ってくれればという、ふうに思います。そうですね、というところで今日の配信終わりたいと思います。はい、いや本当にね苦しいですけど、苦しいね、頑張りましょう、というところです。ですね、ということで皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また、はい